す。おはようございます。今日は、有賀園の、はい、ニュー杉並店に、はいはい、お邪魔しております。お邪魔してます、はい、で何をしに来たかというと、はい、いつも有賀園お世話になっている志田動画ではなく、はい、なんとですね、はい、新しい事業を、有賀園が始めたという、ほう、はい、ダランバンプログレス、なんぞやプログレス、プログレスはなんぞや、ここに書いてあるんですけども、はい、本気でゴルフを上手くなりたい方に、ほう、はい、ゴルフスクール&ゴルフ専門フィットネスプログレスで、この杉並店ちょっとリニューアルしたみたいで、あ、リニューアルなんだ。そうですね、はあ、はい、もうピッカピカのピッカピカなんで、ね、ちょっと1階から2階から3階から、はい、ちょっと見ていこうか、はい、はい、流しで、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。で、売り場、はい、シダ、はい、シダスペース、はいはいはい、さらにゴルフまで上手くさせようと、はいはいはい、もうアリガエンで全て完結するんですね、はい、完結する、はい、あとはもうラウンドに行けと、はい、アリガエンからのラウンドですね。いや、それはすごいよね。それはすごい。ここに来れば全て揃う、全て技術も、体も、道具も、道具もマジか、マジか。あ、すいません、こんにちは。あ、見つけました。いらっしゃいました。さあ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 、ニュー杉並店ですね。ニュー杉並店です、はい、のご紹介をちょっとさせていただいてよろしいですか。はい、ニュー杉並店ですが、はい、なんといってもやっぱり売りは奥にあるスカイトラック、おシダスを売っているという。おー、シダス、はい、どういうことだ。夢のハウスゴルフをあなたのご自宅にも書いてある、はあ、ソファーで、まあ、自宅の一室でシミュレーションゴルフをやっているかのようなイメージという、はい、そこはやっぱり一番の売りですね。お客、はい、様にもやっぱり好評いただいておりまして、はい、あ、この機材も全部販売してるってこと。販売してますこれ、それはすごい、はい、なるほどね、はい、ちょっとイエロー一気ぐらいいきなり、うん、いきなりやる、イエローの家だと思ってね、 いきなりやる、うん、朝一一発目、はい、よろしくお願いします。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 これ反応しない系です。反応し、反応します。大丈夫です。ちょっとワン一呼吸置いてから反応します。いや全然いいでしょ。はい、あ、朝一っぽくて。あ、まあ、まあまあまあ、はい、かもなく不可もなく。はい。カメラでこのようにどういうスイングアークで振っていくのかっていうのが見れちゃいます。ご自宅でできてしまうと。できちゃいます。なったなったなった、うん、いや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 、ホワイト君面白いのいいんだよ。はい、ちなみに、はい、おいくらです、値段載ってますけど、これ、みんな知らないよね。家にこれを作ったら、はい、ダラーンじゃん、190万で、あ、ごめん、作れるらしいですよ。190万。でも190万出す人いそう。いや、金があればね、うん、世の中金ですか。うん、まあコメントでレッドなら余裕だろうって言われちゃうんだろうけど、絶対あるんだろうね。そして今まで3人ぐらいがちょっと検討していっていただいて、試作自体ではないんですけど、機械だけを買われた方もいらっしゃるので、はい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 、はい、それで iPad でつないでもちっちゃいネットを作ってやるようなんていう方もいやー、いいよ。結構自分の家にこうシミュレーションゴルフを作りたいっていう方は、いや、作りたい、多いですね、この周りのお客様で、はい、ビジネスクラスになると、はい、結構115万3000円、はい、何が違うの。80万ぐらい違う。その差は、その差はやっぱり置いてある機材の差にもなってますね。この設置規格項目が5個に対してこっちは8個あるということなので、まあよりよくやっぱり自分の家にシミュレーションゴルフを完璧なものを作りたいっていう方もファーストクラス。はぁ、なんといってもやっぱり11メーターある11メーターのパターコーナーだと、はい、はい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 、普通のお店ではこんだけ広いところはもうないかな。そうですね、はい、このスペースは大田池上店にもありますけども、はい、この広さはないね。そうですね、この半分ぐらいじゃない、はい、行くんじゃない、行くんじゃない、見てよ。かっ
かわいい。トミー、トミーいいね。なんかおしゃれアイテム揃ってますね。でボールもすごい量、はい、で、まあ、ミーハーイエローはやっぱパーリーゲイツとか大好き、もう僕ねもうミーハーなんで、はい、やっぱりねゴルフにもおしゃれしていきたいんですよなんであ、ちょっと待ってこれ売ってんの売ってんの。いやもうこれもうネットもはやバレンシアガじゃんでしょこれ、うん、もうネットじゃ売ってないんですよ。そんなに僕これ買おうとしたんですよ。かぶってみる。買います。あれです、はい、あのあれなんです、あのパーリーさん30周年 で、うん、でこういうなんかリミテッド、あでもやばいです、これ見てください、こう危険フラグが当たってこれグリあのグリーフィングと一緒で、ここ頭でかすぎるとこのパーリーゲイツのこのわかりますよ、エイリーゲイツみたいな、アーリーゲイツになっちゃう、アーリーゲイツみたいな、ピーがなくなっちゃう、頭でかいんですよちょっとちっちゃいっすね、ちょっとちっちゃいっすね、ちょっと圧迫がすごいですね、浅い、浅い、うん、ここの圧迫がすごいんです関田見てればパーリーゲイツの専門スタッフが週5日ついてるのでマジっすか、パーリーゲイツの専門スタッフ、パーリー好きの方が来ていただければ、はぁ、専門のスタッフがもう詳しく教えてくれるので、はい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 、マジでコーディネートもしてくれるしね、してくれますね、プログレスですね、はいはい、これが今日の撮影のメインです、はい、メインですね、アリガエンの初めての、はいはい、ジム&フィットです、はい、じゃじゃーん、すごい高級感が、この高級感に店長のこのハッピーが似合わないんじゃないそれは安さ宣言で見る全然違う、はい、さあここかな、僕はこの先ちょっと行けないので、はい、安さ宣言なので、はい、ちょっとあとはもうお任せします、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、よろしくお願いします。サインってこういうことなんですよ、やっぱりサインちょっと俺のサインがないあとね、もうねプロテインに夢中な子がいるんですよ、人もうお腹減ったとか、お腹減っちゃったから買いたい、じゃあお腹減ったんでプロテインを食べるらしいんで、どれがいいか分かんない、これそれもちょっと案内していただけたら、どれがお腹いっぱいになりますか、トレーナーさんに、え、どれがお腹いっぱいになる、これこれは一応中があのソーセージタイプ、じゃんチキンタイプ、あ、どうも今日案内していただく、はい、トレーナーの五十嵐と申します、トレーナーの五十嵐さんです、お願いします、お願いします、お願いします、じゃあまずはホワイトが、はい、腹ごしらえということでプロテインを、これと飲み物、はい、飲み物いろいろあるんですけど、水は一応うちは水素水、水素水、水素水水素水じゃあとりあえずアクエリア、アクエリア、アクエリア使えるじゃあホワイトは腹ごしらえ終わったね、はい、プロテインめっちゃ食った、食った、オーケーオーケーオーケー、じゃあここ入り口なんで、入ってどんな感じ、施設がどんな感じかっていうのを、はい、ちょっと紹介していきましょうか、はい、あのねすごいですよ、どこからこのマッサージルームですね、これちょっと大丈夫すごいです、これ大丈夫です、開けていいですか、はい、マッサージルーム、おー、はいほぐせまーす、わー、はいほぐせまーすちょっと女性とか入りづらいんで男性から行きましょう、広ー、嘘でしょ、やばくない、お風呂屋さんみたいな、そう銭湯です、銭湯、マジでここでね、なんかうーわ、あ、これ知ってるよ、うーわ、見てる見てる、なんで知ってるの、家にあんのこれも、なんでホワイトなの、これもね、実家にあんのなんで知ってんのホワイトは、そう使い方だとニトリで見た、ニトリニトリニトリ、この広さね、でも見てくださいほら、なんかもうこうやったら全部流れそうなぐらい広いこのでかいこのシャワーのぼっちゃー、爪もあるし、上にもあるからね、やばー、どんだけ早く流せるんだって、はい、何の紹介だ俺こういうスタジオもあって、ここでヨガだったりピラティスもできるみたいです、さあメイン来ましたよ、五十嵐さんのバチバチトレーニング、はい、このプログレスは、はい、トレーニングと、ゴルフのレッスンも
両方できる。で、トレーニング担当していただ、担当していただくのは五十嵐さんに担当していただきます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。バチバチで。僕からお願いしたいのは、ちょっとゴルフに生きるトレーニングを2人にやっていただきたいですよね、はい、で今日は恵比寿ゴルフレンジャーで一番下手な2人を連れてきたんです。少しでもレベルアップできるように、はいはい、よろしくお願いします。イメージまずこれを使った肩甲骨周り、肩のインナーを柔らかくします、はい、でまずここ握るところちょっとかなり動くので、まあ、しっかり握っていただいて、はい、でこの時肘まっすぐ伸ばして、うん、でこのまま横に、まあ、肘を広く曲げるように曲げます。こんな感じです。でこの時肩がちょっとすくむぐらいまで上げちゃって大丈夫です、うんうん、はい、でそこからしっかりとグーッと下ろします。でこれの繰り返しです。肘を開いて下ろしましょう。先生今簡単にやってますけど、はい、僕らがやっとどうなるかご覧ください。そんなに肘を横に開くように曲げていきます。こうですね。そうです。そのまま上げていきましょう。どう？なんか気持ちいい。なんかね、変な筋が。なんか硬そう。めちゃくちゃ硬いです。先生どうですかこれ？やっぱさっき言ってみたいにこうもう一回肘曲げて。はい。こっちに。どんどん発揮しちゃって、はい、後ろから見てもらうと分かるんですけど、左右差あるんですね。右の方がグッと、左の方が、本当だ、右の方が上がってるね。ダメ、ダメ。こういう風に左右差がやっぱあるもの、うんうんうん、まあ、いい左右差と悪い左右差ってあるので、はい、これはどっちの左右差ですか？これ悪い左右差。確実にほぐれてる感は、え、遅れてる感はある？遅れてる感はあります。ある。そしたらじゃあもうちょっとここまで、ここでやってほしい。ここ、ここで。え、すごい絵になってますね。すごい、なんだろうそれ。命みたいな。命みたいになってるよ。はい、肘まっすぐ、そう、そこまで。はい、曲げて、あ、おー、で、猫背だと。あ、すみません、はい、はいはい。あば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 あ、開いてるか、かなり柔らかいかな。そう、元々柔らかいから感じないのかもね。めちゃくちゃ可動域があるので、年齢の差？いや、運動してる差でしょ。ダンスの先生だからね。そっか、このまま手首がこう返らないように、まっすぐのまま。そうですね、上げられたもの。すごいね、エーロとは全然違う。きつくない？きつくない。なんかマセラッティみたいになってる。わかんないかな。ベン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 。バカやろ。次、股関節。僕ね、僕あの、こ、あ、硬い、うん、俺ね、股関節柔らかいんですよ。本当にかいね。股関節だけはね。マジで。閉じて、開く、繰り返していただく、うん、でもそれも余裕そうにやるな。でもここまでしか開かない。ちょっとさ、こうやってさ、頭に。そうそうそう、それでやって、それでやって。アメリカの通販番組。あるよね、こういうの。え、じゃあ一番きつい設定。そうですね、なんか得意だっていうのイエロー。そうです、はい、得意って、余裕って言ってたんで。ちょっとこう広げてなんだよそれ。これね、握っちゃいけないから。ほら、一晩中できるよ。自宅でいつでもエクササイズ。ありがとうございました。そしたら、はい、先ほど言ったゴルフに特化して、はい、それですよ、これですか、それですよ。なんだこれは。何これ、面白そう。じゃあキネシス。はい、なんだこれは。なんとチームラボみたいになってるけど、日本に2台しかないです、はい、ひょー、アジアに2台。すごくないですかこれ、マジで。これやばいっすよね。